9月30日、日本時間の午前10時に始まる。トランプ大統領とバイデン氏の初の直接討論会が行われます。ぶっ続けで行われる90分間の討論会を、バイデン氏は30分前の休憩を希望しています。トランプ政権側は、ノーコメントです。トランプ大統領側は、討論会が始まる前に両者の耳を検査し、電子機器の着用をしていないかを検査することを要請しました。ですが、バイデン氏側は、まだ同意をしていません。バイデン氏は、トランプ大統領への攻撃は、コロナウイルス感染が増え、多くが亡くなった、お前のせいだ。経済崩壊も、お前のせいだ。と討論会で戦うと予想されます。バイデン氏は自分の政策をうまく表現できない、司法省が出ていると噂されています。大型トラック運転手らが集まって、数十台がトランプ大統領の応援ラリーを始めました。バイデン夫人がご主人をサポートするため、最近はよくテレビ出演しています。トランプ夫人と違って、よく顔を出しています。